の笑顔が力になる。3週間ぐらいでしょうか ね、 そうですね、はい、もう、まあ、まず一つ目ね、あの、はい、サンプルの選びに多分今すごい迷ってらっしゃると思うんですよ、ものすごく、はいはい、でね、やっぱここだけの話ね、しょうもないサークルありますよ、ね、そうですね、入ったようなサークルいっぱいありますよ、はい、そうですね、そういうところに 入ったらどうなるんかっていうのをね、はい、ちょっと今日はショートコントでね、そうなんですね、そうですね、ごめんなさいね、癖が強いライブなんで今日は飲み込んでください、ぜひ今日ね勉強して帰っていただけたらと思ってますので、はい、ぜひぜひ、ご覧くださいということでいきましょう、はい、ショートコントポジティブ、キレサークル決めた、いやまだ決めてへんね全然、おー、うん、なんかさ、ビラもらってさ、うん、ポジティブ、はあ、何これ、ポジティブ、何何、屈強なポジティブシンキングでどんなことも乗り越えよう、レッツポジティブ、めっちゃ絶対あかんってこんなサークル、すいません、ポジティブです、ポジティブです、お願いします、
せていただきます。いやいやいや、めっちゃヒントもらってる。ポジティブ、ポジティブ。ありがとうございます。バチバチ避けられてる。ポジティブで。帰ろう、こんなん俺帰ったら。お願いします。いや、やめとけって、もう。進化やってます。こんにちは。あ、どうも、ポジティブで。急に変わったな、なんか態度が。めっちゃかっこいいやん。かっこよくないよ、どこがやねん。今のところなんてないだろ。僕たちはどんなネガティブなことも、ポジティブシンキングで乗り越えるようになる。おー、まあまあ、言いたいことは分かりますよ。かっこいい。どんなことをやってたんですかね、それって。とりあえず、僕たちの活動を見ていてくれ。まずの方に。ポジ！はい。ポジ？なんて言うの？僕、そういう挨拶のかな。外歩いてたら、はい。鳥の分がこうついちゃったんですよ、シャツに。で、あなるなるついてもうたってなって、ちょっと家帰って鏡見たら、うんうん、それがなんか、あれめっちゃいい感じについてないみたいな。あれいけんじゃねこれみたいな。ちょっとそのまま外出てみたら、なんかめっちゃ女の子寄ってきて、うん、めっちゃモテちゃいましたね。ポジティブ。そういうこと？ポジティブ。分かれへん。ポジティブ。あ、そういうこと？ポジティブやった。うんこポジティブ。なんで？じゃあ次行こうか。見て。はいはい。いいっすか。自分ポジティブいっちゃっていいっすか。いっちゃいっすか。いっちゃい。この前ちょっと車に轢かれちゃって、めっちゃ災難だな。入院することになってほんま最悪やなとか思ってたんですけど、おかんめっちゃ嫌いで、でもあのめっちゃ親身に看病してくれて、おかん好きになりました。ポジティブ。親子ポジティブ。親大事にせずね。あ、なるほどなるほど、分かるんですけど、なんか入りたくないな、なんかあんまり。じゃあ最後、石井、まだあるんですか？新入生の石井、はい、新入生だね、はい、新入生だね、同期、あいつ4年間終わったの。はい、じゃあ、 僕のポジティブ聞いてもらいたいんですけど、あの僕この間、火事になったんですよ、家がで、家全焼しちゃって、あのもう何も残ってないんですけど、焼け跡、焼け跡歩いてる時にこう、うちの、まあ、台所にあった芋が転がってて、で、まあ、いい感じに焼けてたからちょっと食べてみようかなと思って、でかじったらすげえうめえなってなって、なんかあの、まあ、結果的に焼けてよかったんかなっていう。ポジティブ。あれめっちゃ下手やな。ポジティブのことはあんま分かんないけど、あれ聞いたら私はポジティブ。ポジティブ深い。いやいやいや、新入部員でも心惹かれた。心惹かれそう。入って2日目、もうちょいうまくできんか、さすがに。いや、ちょっと僕こんなん入りたくないもん。そんなこと言わんと。帰ります、こんなんも。そんなこと言わんと。最後に僕たちのテーマソングがあるから。あ、そうです、テーマソング。一緒に歌って。テーマソングお願いします。はい、いやいや、知らない、歌っていきましょう。僕たち、いや、歌いませんって知らんし。ヒデアとさ、うん、ずっと眉毛つながってるだけよ。ネガティブ。いや、どうだお前。では聞いてください。キャリアンマスターさんで、いやいやいや。Yeah.
歌っていただけたらなと思います。 1, 2, 3, はい、 yeah!